トールマン TG185 は、ドリーバーンが設計した F1 マシン。トールマンが1985年シーズンに使用した。エンジンは、ハート 415T、直列4気筒ターボエンジンを搭載し 800BHP を発揮した。1985年シーズン、チームはタイヤ供給の問題で、開幕参戦に出場できなかった。前年1984年シーズン、 チームはピレリタイヤを使用してシーズンインしたが途中でピレリとの契約を解除しミシュランタイヤに変更したミシュランは1984年末に F1 から撤退しチームはグッドイヤータイヤを使用する協定に参加することができなかったまた前年の経緯からピレリとの再契約もならなかったスポンサーのベネトンがスピリットレーシングを買収し スピリットが使用していたピレリタイヤとの契約をトールマンに移すことでようやく4戦目のモナコから参戦可能となった。TG185 は使用するタイヤと改定されたリアサスペンションを除いて前作 TG184 と基本的に変わりはなかった。当初はテオ・ファビの一台体制であったが第10戦のオーストリアからピエル・カルロ・ギンザーニが加わった。ファビは ニュルブルクリンクでのドイツグランプリでチーム初そして唯一のポールポジションを獲得した。ファビのタイムは金曜のセッションで出されたもので翌土曜日は雨のためタイム更新できたドライバーはいなかった。レースでは不幸にもクラッチスリップのため第1コーナーまで20位に沈んでしまう。その後はクラッチトラブルのため29ラップ目にリタイアした。TG185 は ドールマングループモータースポーツの最後の F1 カーであった。チームはメインスポンサーのベネトンによって買収され、1986年シーズンからベネトンフォーミュラと解消された。前年の1984年、チームは16ポイントを得てコンストラクターズ7位であったが、1985年はポイントを得ることができなかった。TG185 は総じて信頼性に欠け、 ファビがフランスで14位、イタリアで12位に入った以外完走できなかった。トールマンが買収されたことで TG186 と計画されていた1986年用の車はベネトン B186 と改名された。B186 は BMW エンジンを搭載 1400BHP を発揮し、ゲルハルトベルガーのドライブでメキシコで勝利した。 ありがとうございます。